皆さんこんにちは、 CXR 投資チャンネルへようこそ。ヒロピーです。本日は1月30日月曜日、ヒロピーの FX ニュース、月曜配信分をお届けしたいと思います。はい、今週の戦略はですね、まあ経済指標めちゃくちゃ多いです。 FOMC 雇用統計、その他、欧州周りの CPI とかですね、 GDP 発表があってですね、かなり大きく動くのではないかなと思います。しかも乱高下みたいな相場ですね。はい、まあ、その中で、今週のですね、ドル円とビットコインの戦略をそれぞれお話ししていきたいと思います。はい、まずはですね、今週、経済指標ラッシュなのですけれども、まず大注目 FOMC ですね。水曜日の夜中、木曜日のまあ明け方ですね。はい、まあ政策金利はですね、おそらくほぼ間違いなく市場予想通りですね、 0.25% の利上げで、終わるでしょうと。でポイントとしてはですね、今後の引き上げがあと1回になるのか、もしくは2回になるのかっていうところがめちゃくちゃ注目です。でまあ内容的には、まあ今後複数回みたいな言い回しであったり、まああとはもうね、利上げはあと少しで終わるとか、まあそんな漠然とした表現を、おそらく FRB は使ってきますので、それを読み解いて、判断するという内容になりそうですね。で仮にですね、2回という複数回みたいなニュアンスで含みを持たせてきた場合は当然ドル買いですね。はい、でもう一つは、まあ、あと残り1回的な内容で、しかも、まあ、3月なのか5月なのか、それで判断するとか、ないしはターミナルレート、いわゆる、アメリカの政策金利の、まあ直近のもう最大値ですね、5% なのか 5.25% なのか、市場予想では今 5% なんですけれども、5.25 を、思わせるような、言いっぷり、表現っぷりですと当然またドル買いに動きます。まあ、そこでどうなるかというところですね。ちなみにもう市場の値動き的には、まあ、ここしばらくドル円はずっと下落しましたし、ユーロドルはずっと上昇しました。なのでもう1回で終わるよという、完全 100% 満額回答で、ドル売りにとって満額回答が出れば、逆にバイザルームは、まあ、事実で買い戻せっていう値動きも出そうだなっていうのは感じてます。はい、まあ、その辺に注意かなと思います。そして雇用統計、はい、こちら FOMC の内容次第でですね、発射位置が変わるんですけれども、まあ、ここ数ヶ月雇用統計なんだかんだ言って良いです。リセッションを意識されつつも良い傾向があるので、なぜかあの雇用統計前後でドル買い戻しがよく入りやすいんですね。でそして CPI でまたドル売りになって、そこから3週間経過してまた雇用統計前後で、ドルが買い戻されてっていうサイクルが多い、そんなイメージがあります。まあ、なので今週はちょっとドル買い先行しそうだなっていうのもイメージがあります。はい、まあ、そういった内容をですね、毎週土日のうちに、まあ、こちらはオンラインサロン生メンバー限定の内容なんですが、まあ、今週の注目指標としてお知らせしております。はい、まあ、主にですねその2つなのですけれども、まあ、もう少しかいつまんで見ていくとですね、まあ、月曜日はまあ今日特にないです。6時から、ドイツの GDP ぐらいですね、四半期の。はい、で明日はロンドンフィキシングですね。はい、なので、まあ日本時間の25時、まあ、24時から25時、非常にポンドやユーロが動きやすい、特にポンドドルですね、ポンドドル、ポンド円は乱高下しやすいので注意かなと思います。そして注目、もう一つ欧州通貨、ユーロ、ドイツがですね、なんと CPI がですね、なんと前回より高ぶれる市場予想なので、この通りの結果になるとユーロドルもう一段高、もしくはユーロ円もう一段高になる可能性がある。はい、当然その少し前に発表されるフランスもですね、なんと高い予想が出てるんですね。まあ、なのでこれを受けてユーロ買いになるかどうかっていうところかもしれません。まあ FOMC の前日にあるので、逆にそこがユーロドルのその釣った金につける可能性があるんで、もしねこの辺が上振れたり、市場予想通りで、あれ やはりインフレ、脱インフレしてないじゃんっていう値動きでユーロドルがもう一度跳ねた場合ね、上方向に、もしかしたらそこが天井になるかもしれません。はい、
まあ、その他翌日水曜日 FMC もありますが、欧州の HICP、まあ、CPI ですね、こっちはですね一応前回よりは少し軟化する感じですね。はい、軟化予想になっています。まあ、ここもちょっと要注意ですね。はい、で ADP 雇用統計に ISM 製造業で、FMC パウエル議長の講演、木曜日は BOE ですね、2段階引き上げ予想です。はい、ECB あります。木曜日、2.5% から 3.0% 引き上げ、まあ本当に今週は忙しい。そして雇用統計と続くわけですね。なので先ほど FOMC と雇用統計最重要指標と言いましたが、その次ぐらいに重要なのがですね、まあ非常に多いですね。はい、まあそんなところで、まあ正直、まあここにも書いてあるんですけれども、まあ休むも相場かなと、ポジションの傾きにバランスが取れてきてしまっているので、まあ、どちらにも走らなくなりそうというのは、実は先週の金曜日も、こちらで、まあ、配信はしておりました。はい、まあ、ドル円56ピップスで利食いしたんですけれども、まあ、こういう状態だったんですね、ポジションの傾き。後で見ますけれども、まあ、ちょっと今日まだ1回も見てないんであれなんですが、ドル円のもう上下が止まるよというふうな配信をしておりました。まあ、いわゆるこの売りと買いの含み益プレイヤーが両方挟んで拮抗してしまったので、一回もう一相場終わったかなと、まあ、そういうふうに、汲み取ってですね、まあまあ、大体このちょうど130円の2000円ぐらいで、まあ、逃げたわけなんですね、押し目買いポジションを。はい、まあ、なので、今週もそのまんま含み益、持った状態で、進んでいる可能性があります。なのでそれを汲み取りながら経済指標に向けてポジションスクエアが、まあ、多く入るのかなと思います。はい、そういったところで、まあ、前半はおそらく無理しなくていいのかなと、見送りですね、というようなイメージをしているわけなんですね。はい、というところで先に喋ってしまってもあれなので、まずドル円チャートを見ていきましょう。はい、こちらです。ここ、まあ、1時間足の方が見やすいかな。はい、今朝方なんか結構ヒュンと上がって、そしてさっき1時頃ですかね、129円の20銭つけて、今現在、30日月曜日の4時台なんですけれども、4時15分18分か、今129円の50銭になってます。はい、で、まあ、イメージ的には上がったり下がったりで、いわゆるですね、このサロンで配信した金曜日のポジションの傾き、これ金曜日の夕方かな、配信したの、あ、2時ですね、2時頃配信してるんで、まあ降りたわけなんですけども、結局値動きがね、金曜日2時、この辺か、そうですね。でもうレンジに移行するよっていうので、まあ、こうなりましたよね。はい。これはポジションが拮抗してしまって、傾きがなくなった時に見られる値動きの、まあ、典型例ですね。まあ、いわゆるここって勝負したって、儲かりにくいんですね。順張りじゃ難しい、非常に。うん。まあ、なので、勝負するフェーズではないので、ポジション持っている意味があんまりないので、こういうところは無駄打ちせずに、さっさと切ってしまう。はい、まあ、僕は利切りと呼んでますが、含み益がある状態で。まあ、なので、まあ、こうなるのが予想していたわけです。まあ、つまり、無駄に持っていて含み益が、増えたり減ったり、メンタル的にもよろしくないですし、握力が、弱いとか強いとか、全く議論するフェーズでも何でもないところ、まあ、いわゆる勝負どころではない時にポジションを持っているほどナンセンスなものはないので、さっさと切って違う通貨ペアを見つけるなら次の値動きを、模索する方が、得策だったりします。はい、まあ、なのでここで1回転、上手い人と下手な人って分かれるんですね。はい、ここで持って悩んでる時点でもう間違ってる。はい、走らないマーケットで持っていても仕方がないので、降りるという選択肢をする上では、FX や、ビットコイントレード上手くなる上では非常に重要です。まあ、ぜひこの辺も儲けるだけではなくて、値動きやポジションの傾きを察してもう動かなくなるなっていうのも分かるようになっていただくと、勝負どころが見えてくる。これが分かってくると、次こういうふうに動いた後上に抜けてきたら走るなとか、次こういうふうに動いたら下の方向に走るなっていうタイミングが読めるので、めちゃくちゃトレードがうまくなってくるんですね。はい、そういったところに、たまたまエントリーを持っていただけではなくて、このベストなタイミングで同じレートなのに入るタイミングがベストになると、非常に時間効率が良くなるわけなんですね。はい、ということで広瀬の方を見ておきましょう。はい、こちら広瀬1時間足注文の、状況ですね。含み益持っているのはこの赤いバー、戻り売りで含み益持っているのが青いバー、持っちゃってますよね含み益まだ。まあ、なので
この人たちが利食いに走るので、ちょうど今ね、ここの129円の54銭ブレイク、50銭かブレイクして、下ヒゲちょんちょんで終わり始めてるのは、まあここのね含み益プレイヤーが利食いをまだ断続的に入れてるからこそでしょうね。でこの逆張りで入ってきた人たちが、まあこことかこっちは含み益なわけで、さらに昔から持ってるスインガーの人はここからこの下ですよね。はい、まあなので、この人たちも含めて損切り入れるならもっと下になるので、でももっと下まで追い込むには結構なファンダメンタル図が入らない限り難しい。なぜならこの人たちがリーグからクッションになってしまう。はい、まあなのでここは割れたものの、ね、今日の昼の1時かな、これ30分足です。で戻って、普通下落トレンド勢いです、調子がいい時はこの50で普通にねレジスタンスになってズルズルっといきますけれども、一発割れて結構深く戻して、割れかけてまた戻してなので、もう本当にポジションの傾き通りになってます。まあなのでここは勝負どころの、勝負タイムじゃない、うん、まあなのでまだエントリーする必要はないかなと思います。まだじっくり高みの見物でいきましょう。はい、そして、トレーダーズの方も見てみましょう。売買比率ですね、トレーダーズさんポジションちょっとドル円レバー張って、デイトレーダーが下狙ってそうですね。まあそりゃそうだ、割れてきた、割れてきましたもんね。割れてきたからかレバー少し張ってる。まあなのでちょうどここの129円の75銭ぐらいをプンと上やられると、またこのね人数とポジション、人数に対してポジション比率多いんで、ここがクッと狭まる。まあ、そういったところでまた利食いや損切りが入るので、まあ次は上のターンで75銭抜けて130円乗らないぐらいで、この辺でまた上ヒゲしてヒュッと戻って、どうでしょうね、この129円の70銭とか80銭ぐらいでまたうじうじうろうろするのではないかなというふうに予想しています。今晩ね、今晩明日、はい、その他、ドル円の分布ですね。まあ、そう考えるとまだ戻り売り優勢かな。優勢っていうのはこの人たちですね。今ここで膨れてるんで、やっぱり短期の人が下下がったところリグーンで、で買い、うん、やっぱファンダ待ちですね。で結局そうこうしてるうちに月曜火曜水曜となっていくわけで、多分水曜日の FMC までこの129円台後半から動きにくいのかなというふうには思ってます。まあ、逆に短期でこれを見越した上で、思いっきり逆張りどっちもするっていうのはありだと思います。ただこうもう少し遠目で見るとやっぱりまだ捕まってる人が多いので、下がったところを買っていくのは十分ありかなと思ってます。当然ストップは127円とか127円の50銭割れたところをバックにひたすら、買いを狙うっていうのは、ありです。はいはい、ドル円4時間足で大きく見てみましょう。下降トレンドラインまだタッチはできませんね。まあただ言うても少しずつ下値は切り上げてる。はい、まあ、なのでやっぱり129円割れは少し走るかもしれません。128前半あるかもしれませんが、そうですね、上行くなら一回このサポートラインを下手に割って、でもう一ね、ここね、トレードしやすいシナリオですよ。ここを一回割れて騙しになって戻るんですけど、129円で、全然レジスタンスにならずに今の価格帯ぐらいまで戻ればどうなるかというと、こちらのですね、戻り売りがまた下サイドで膨れ上がっていく。ただし129円、129円50銭でサポートされずにズルズルっと上がってしまうならば、またここで膨れる、この辺まで行っちゃうかもしれないドル円ってなると、いよいよ上方向を攻めるとストップハンティングしやすい膨らみになるのではないかなと思います。でこの辺から捕まっちゃった人は多分129円割れると投げの売りが出るはずなので、軽くなりますよね、上サイドの。なので状況が整ってくる。まあそうなるのであれば、まあ週後半じゃないかなと思います。 FMC の終わった後、はい、バイザルーマー的な値動きの方が嬉しいんですけどね。個人的なやりやすいシナリオプラン的には、FMC が利上げ1回して、もうあと次回1回でそこからしばらくないよ、当面様子見みたいなことにして、まあ、つまり満額回答だった場合ですね、まあ、バイザルーマー的にドル買いがバーンと巻き戻していった方が順張りトレードはしやすいかなと思います。はい、でそこで弾けて上昇していったところからようやく売り始める。はい、再びですね。はい、
まあそんなイメージをしているわけですね。はい、まあですね、その結局は指標待ちとポジションの傾きを見ても、前半は今週の前半は全く勝負どころではなさそうなので、まあ高み見物でどっちにか、みんなが売り買いでやられていくのかなっていうのを眺める程度でいいのかなと思います。はい。はい、続いてビットコインです。はい、先週からですね、ニョキニョキっとさらにまた一段上昇しました。310万円をですね、今朝方つけた状態ですね。これテスラの決算発表で上がりました。なんとテスラの決算書上でビットコインを売却した形跡が、証跡がなかったので、ちょっと安心したみたいな。はい。そしてね、テスラの業績もめちゃくちゃ良かったので、もしかしたらビットコインのまた買い直すんじゃないのかなっていう、まあ、ご都合いいような解釈をしたのか分かりませんけれども、上昇しました。はい、まあ、さらに上昇してきてですね、まあテスラ株のような値動きをしているわけなんですね。もちろんイーサリアムもそんな感じでして、ね、年初から17万円だったやつが一気に21万5000円ぐらいまでつけて、またさらに新高値を今年取りに行こうというようなところまで来ているわけなんですね。非常に上昇いい感じです。はい、まあ、ただちょっとトレンドラインを右方向に抜け始めてきているので、まあイーサもね、ビットコインもその辺はちょっと注意かなとは思います。しかしながら強いですね。割れてきたものの、まあビットコインの方が強いんですけれども、直近はアセンディングトライアングルみたいな形状になっておりまして、仮想通貨でこの形状出た時って本当に強いんですよ、上昇が。ここですね、ここのちょっと短めで見ると、まあ、こういう値動きがあったわけで、こちらもしっかりと下値をなんだかんだ言って切り上げている、つまりここを抜けてくると次のターゲットを目指すわけなので、ちょっとドル建てチャートに変えたいんですけれども、いっぱい線引いてますけれども、はい、まあ、冷やしにするとここですね、去年の夏の高値で、実は FTX ショックを完全にもう帳消しにしてるんですね、ドル建てって。あのドル円が下落してたんでビットコインはまだ超えられてないんですけど、 FTX ショックのところ、実際にはドルはとっくに超えててですね、もう世界的にはもう反転の意識をしているわけなんですね。まあなので深く押してもこの21,500ドルあたりかける、まあドル円レート計算してくれれば次の押し目がわかるんですけども、ないしはここの25,200-300ドルぐらいのターゲット、まあだいたい円建てで129円計算すると325万円ぐらい、はい、まあなので今週は上がるとしたら325万円ぐらいを視野に、トレーディングして引っ張って、その辺で320万超えたあたりからリグっていくといいかなっていうイメージを持ってます。はい、まあ、引き続きね、ビットコインはロング継続で、まあ、含み益を増やして、まあ、この辺ですかね、320万円ぐらい到達したあたりで、まあ、もう差しに入れといてもいいんですけれども、一回リグって、で押したところ、まあ、ちょうどここ306万とか、まあ、またここ引けるかもしれないね、この306万とか310万ぐらいの浅い押し目のところでまた拾い直すというようなイメージで今週はおります。はい、まあ、いずれにしてもビットコインは上昇目線でしばらく考えております。ドル円もまあ、まやまあ、悩ましいんですけれども、今週もですねシナリオ的には買いの方が最終的にはトレードしやすくなるのではないかなと思っているので、僕は買い方向だけにかけていきたいかなと思います。まあ売るかもしれませんけどね、まあ、明らかに下値を切り上げているので、まあ結構もうきつい状態、逆に129円を先ほども申し上げた通り下髭で戻るぐらいだったらもう最高です。あの戻り売りがしっかりつかまるフェーズに入るので、はい、まあ、そんな風に見ていますが、まあ、とりあえず FOMC 待ちということで今週はお知らせしたいと思います。まあ、当然トレードやられても、全然、結構なんですけれども、まあ、スイングトレーダーだったらやらなくていいかなと思います。そんなニュアンスです。
はい、2月のカレンダーをお知らせします。今週金曜日は雇用統計ライブです。そして来週金曜日は相場展望ライブ、14日は CPI ライブと続きます。まあ、こんな感じでお話していきます。どこかにですね、ビットコインの、ライブ配信も入れる予定です。 CPI ライブは、楽天ウォレットの松田さんが一応ご出演していただける方向で調整中です。久しぶりですね、松田さん。はい。そして、オンラインサロンの方も、ロゴ、サムネイル刷新しました。ちょっと落ち着いた感じで、ちょっと最近僕も痩せたので今のうちに写真撮っておこうと思って、写真撮りました。なんか今日同じシャツですね。はい。いつも申し上げておりますが初月無料です。2月1日の今週の水曜日入っていただければ、28日まで無料で見られますので、どうせ入るなら1日入ってみてください。ちなみに2ヶ月継続して、まあ、いわゆる1回課金していただければ、いつも僕が使っているトレーディングビュー上のこちらの RCI のインジケーター全員にプレゼントしておりますので、ご興味ある方は、初月無料分合わせて2ヶ月、ご購読してみてください。ちなみに退会してもこの RCI4 ラインはずっと使えます。はい、以上ヒロピーの FX ニュースをお知らせしました。ご参考ください。